listening to Shibuya Cross FM. さあ始まりました、メイドイン渋谷。はい、ということでパーソナリティを務めさせていただくのは僕たちラッキーボーイズ編集部メイドです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、ということでね、月に1回やっておりますけれども、ちょっとメイド初めて見る方もいらっしゃると思いますので、はい、ユマお願いいたします。僕たち、ね、ラッキーボーイズ編集メイドとはラッキーボーイズパスという全国のボーイズユニット、アイドル、ダンス、ボーカルユニットを集めた雑誌を作りながら、我々もアイドル活動をやっていこうという二足のわらじサラリーマンアイドルです。よろしくどうぞ。はい、わかりました。ありがとうございます。さあ、それでは、番組の紹介をハルトお願いします。はい、この番組はこの世は、この世は、この世はやりなそう、やりなそう、神奈川県でやりなそう、ハル君最初からこの世はって聞こえたけど俺。はい、この番組は流行の最先端渋谷からラッキーボーイズ編集部メイドが巷で流行っているものなど最新情報を配信、さらに目標としているステップでのワンマンライブに向けて多くのチャレンジをしていくという番組です。はい、ありがとうございます。マイクここだよ。こう座れるように喋ってた。聞こえてたかな。聞こえてたよ、大丈夫よ。はい、ということでですね、毎月第3日曜日14時から14時50分は私どもメイドが、元気を振りまきたいといきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。大丈夫、噛んだよね。噛んだ。あ、お母さん。さあ、ということで、お母さん要所要所で俺の家族が現れるの何なん、すごいんだけど。リアル。あ、どうもご無沙汰しております。ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。後ろで音もおるわ。ハンチングパパがいますので。ハンチングパパ。はい、ということでね、メンバーの自己紹介していきたいと思いますので、ハルトお願いいたします。はい、シャイなハートに燃える魂、君の前では強くなれます。アイスブルータと大地ハルトです。ハルトって呼んでください。せーの、はい、ハルト。はい、かけちゃん。はい、負けて踏まれて雑草魂、情熱だけは負けません。髪色変わったんだけど気づいた。パンケーキイエロ担当、天狗寺かけるです。かけるって呼んでください。せーの、よんで。俺もどないしたんっけ。めっちゃいい声。よんで。めっちゃええ声やし。いい声。みんな気づいてる？あの、かけるきは鼻ピッカピカやねん。なんか知らんけど。見える？見えた、さっき。すいません、ちょっとカメラワーク。なんか鼻だけ光らして、じゃあ目の下光らすもんやねん。鼻光らすやつおらんの。ファンサちょうだい、ファンサちょうだい。ファンサちょうだい。あはは、ティアンデーだ。江戸っ子。江戸っ子でいい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 。はい、ということで、私いきます。はい、関西地区のツッコミで爆笑いただきます。メイトのしゃべくろし松のこと松岡正です。松んで呼んでください。せーの、まさしー。はい、 DNA ありがとうございます。はい、ゆま。はい、キラキラが振りまきて完全無欠全開アイドル、ストロベリートマトレッド担当、阿部ゆまです。ストロベリートマトレッド、よろしくお願いいたします。ゆまって呼んでください。せーの、ゆま。ストロベリートマトレッド。はい、すごいやん。ホットレッドチリペッパーぐらいむずいで。すっごい顔してるやん。2ヶ月ぶり。ラジオ俺2ヶ月ぶりです。そうじゃん。おかえり。おかえりじゃん。メイドイン渋谷は。そうか、久しぶりだ。そうそうそう、全然揃わんな、しゅんちゃんもなんかだ今日。そうなんで、ね、全然揃わん。5人のラジオがもう、いつ8月3ヶ月前8月まで、まあ、ぶり。今日ちょっと全員カミカミでござん。あ、やめです、メンバーしゅんちゃん。もうしゅんちゃんやからそれ。そのはい。じゃん。え、何？なんか髪色変わったん？髪色変わりました。俺気づかんかった。本当にさっき気づかなかったっすよね。うん、うん、やっぱ。 え？この間俺言ったやん、レッスンの時。はい、そうっけ。うん、全然分からん。なんかストーリーは見た。ああ、これね、うん、染めてるやつね。やってるだけかなと思った。染めてるだけじゃない。そんなもん、ね、やってきたんですよ。やってきたの。金じゃないよね今はね。ちょっと白っぽくしてもらいました、今回は。ほんまや、ね、色綺麗になったね。綺麗ね。そうでしょ。よう見た、確かにな。よりちょっとね、またチリチリにブリーチしたから。ブリーチしたからいい。さらにブリーチした。あ、でも根元ブリーチとカラーペッペペッペ。大変だ。カラーペッペペッペ。大変だ。カラーペッペペッペ。あんな染めてなあ、チリチリの金髪やろ。チリチリのチリ金でやってくれ。チリ金です、チリ金です。俺冬金髪したいから、なんか金髪するんすか。金にしたい。え、いつすんの金。鼻をこうグーやりながら。あ、ごめんちょっとアレルギーで。もうじいやから。アレルギーやから。金っていうか、でも俺も白っていうか。でも金ってないやろ、あんま。一回だけある。え、メイド中にあったっけ。うん、金マッツンの生誕3月の。え、金やったっけ、ま、うん、ごめん
そうか、うん、2人も見に来てるし、あなたの主役の時に、うん、そうだよ、覚えてた。金で俺後ろ結んで、ああそうや、袴だから、袴ってか、ほんまや、だから松潤もいいなーってやろうとしたら後ろ短くて、そうそう、できがね、後ろ短くて結ばれへんかった、諦めた、ということでございますけれども、さあということでこの後のコーナーですけれども、お便りありましてですね、本日は身の回りに起きたハプニングや失敗ってものを募っておりますので、はい、ぜひリプや DM 送ってください。よろしくお願いします。お願いします。さあちょっと、まあ、早速ちょっとじゃあ一回煽りだけ入れていきましょうと思いますので、はい、それでは煽りたいと思います。煽れ。初めのコーナーはこちらです。めっちゃ煽って。身の回りに起きたハプニング。声出とる。いいね。はい、ということで、10月31日はですね、皆さん大好きなハロウィンでございます。ハロウィン、まあ、ハロウィンといえばハロウィン、呪文、すごい、ハロウィンやったらなんかもう違うわそれ。ハロウィンやだよ、本当の発音は。ハロウィンやで、ね、それハロウィンか。一人ずつ喋れよ。何してんの、一人ずつ喋ろうか。もういいよ、いいよ。今の一人ずつやろ。ハロウィン、それ覚えてるかな。え、ハロウィンってハロウィンじゃないっけ、発音。ハロウィンの、ハロウィン、ハロウィン、一人ずつ喋ろうって言ったから一人ずつやった。でどっちでもええわって俺言った。ちょっと今のを含めて一回全員で同じこと言ってください。せーの、どっちでもええわ。ハロウィンでウィンだよね。はい、ということでね、あのトリックアトリートってまあ言うじゃないですか。はい、ハロウィンはね、お菓子くれないといたずらしちゃうぞって。そうそう、それってまあいたずらって結構こうハプニングやったりとか、そういう怖いね、なんかね、うん、急に起きる出来事だったりしますので、うん、それにちょっとちなんでということで今回こういう企画なんですけれども、はい、まあちょっとまあ来てると思うんですが、ちょっとまあメンバーから聞いていこうかなと思うんですけれども、なんかハプニングある、うん、多分なんか配信とかでいろいろ多分みんな言ったと思うよ。そう、なんか常に話してるからさ、うん、俺ももうハプニング言ったもん。あのリュック背負い忘れて出勤したこととか、うんうん、あるけど、買ったかな、なんかある、二人とも。私やっぱあの、うん、先週の定期ライブで、あね、こっちにあるね、あのマクドーン言って、うん、勝てよね、水取りゲームでね、うん、3人で戦ってたのにそっちで聞い取られて負けるっていう、もうやるせないです ね、そこだけ、うん、すいませんでした、ね、しっかりね、ユーマにも怒られてなしっかり怒られました。しっかりとあのチームリーダーに怒られて、はい、うん、それでは怒ってないからね。まあそうやな、ちょっとすぐ謝りに行かないハプニングがあったね、勝たそうねっていうところで、ね、先にちゃんと謝ろうねっていう、ね、怒りがあってね、はい、その時なんて言ったん、ね、すいませんこんなことしてたらなんで抵抗やねん。すいません、グーデルはこんなんやられたら目の前ですいませんって言ったらバチコン行かれるで、急にやん、急にやってくれるやん。まあそれは確かにハプニングですからね。でしたね、完全に。え、はるちゃんどうなん、なんかハプニングあった。いや、なんか僕はあのお家にぬいぐるみいっぱいあるんですよ、うん、で多分寝相悪いのか、寝相、そう、朝起きたら窒息しかけて、なんかぬいぐるみのタワーなのがみたいに倒れてて、怖っ、もう顔面とかもブワーンで息できなくて起きて、怖、うん、死ぬと思って起きたっていう。むっちゃ怖いよ。怖かったです、なんか死ぬかと思いました。むっちゃハプニングやな。何個とかはわかる、ね。え、何個なんだろう。え、なんか怖いのもいっぱいあるから、怖い、怖い、そう、なんか肉抜いてない。だからちょっと来週のブログにちょっとぬいぐるみについて書こうかなと思ってるんで、うん、いやいや、ちょっとその何体かも書いて、そう、何体かも書こうかなって、集合写真、ぬいぐるみ、それちょっと予想しようや、よ、あ、それ今度予想しようや。いいですね、いい、うん、俺5000体でいくわ。アホなの、怖いの、怖いのもあるやろ、だって怖いの、怖いのフィギュアとかも含めそうやろ、5000体住んでるやん。22、ちゃんと22体かけは100、あー、まあ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 、え、はるちゃん何倍あると思う、自分で。40ぐらい。あー、一番近い人、賞金な、賞金、うん、誰から出るです。え、はるちゃん、お疲れ様です。わかりました、500円でいいですか。ありがとうございます。ナイスタイプ送りますね、じゃあ。あ、嬉しい嬉しい。200個以上くんねやろ。地獄やん、ハプニングスタンプ嬉しい。ハプニングやろ、ハプニングすぎるやろ。誰ともラインせんへんから俺分からんけど、怖っしてあげようか。僕も送りますね、毎朝おはよう。スタンプ送ってあげなよ。いやいや、200件送ってあげなよ。いややって、いややって、200件俺すぐ見ちゃうから。ほんでハプニングね、なるほどね。俺でもハプニング1個だけある。あの、俺ニキビさ、最近なんかよくできるんねんけど、なんか俺こっちにニキビあったの、うん、で、あ、治ってきたと思ったらこっちに移動したんよ。俺ニキビって移動するんやって。あ、でもなんか医学的にあるらしいよ、なんか移動的
ニキビみたいな勇気出せって喋るとき勇気出して喋れよ。え、移動すんの？うん、なんかその洗顔とかもするけど、その触るからこう、うん、なんか菌の場所が移ってみたいな、マジ、移動するみたいなあるらしいよ。ほんまにやばい、こっからここ、そう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 、見えるやろ。うん、まあ嘘やけど。嘘なん？まあ嘘やけど、知らんけど。え、嘘言われたらこんな感じなの？知らんけど。え、めっちゃ嫌な気持ちになるやん。嫌な気持ちになる。わかる、そう言われたら。違う違う。で、そのタイミングのお帰り意味わからんしよ。お帰り。お帰りとか言って。なんなんそれ。え、ユーマある？ない。怖っ。ない。いや、考えたけど。銀のエンゼルぐらいやろ。だって。そう、最近のハプニング、いい方の。いいことしか覚えてない、今。なんか、だから2人で出勤してた時に、ずっといいこと起きてたよな、その日は。そう。なんか、先月のラジオが確か、うん、いいことだったの。うん。それが今日っていうか。あ、やっぱ叶うんだねって1ヶ月で言葉にすると叶うんだねっていう、先月ね、言ってましたもんね。チョコボールを毎日買って銀のエンゼル当てるの楽しみにしてるって言ったら当たって、ちょっとほんまこれ1個言いたいねんけど、俺あの俺だけしか多分見てないと思うんだけど、その銀のエンゼル当てたい当てたい言ってたやん、うん、で当てたんや、うん、で、うん、やったってなんか動画か写真か撮ってて、うん、でそっから4時間ぐらいして、うん、あれって思って、俺銀のエンゼルどこやったんって家まで聞いたら、うん、捨てた。ええと思って、ちょっと捨ててるやんと思って、俺最高なんかもう満足になって、俺あれで5つ集めるもんやんか、で、うん、その後の、まあ、グッズが欲しいもんやん、言うたら、うん、金で1個とか、うん、普通に捨てててん、うん、グッズはいらん、びっくりした。出したかっただけやから。で、どうしてもちょっとそれを集めてほしいから拾わせて、ゴミ箱から。ゴミ箱から拾って、でハサミで切って、今でパソコンに貼ってってるから。大事、よかった。貼ってよかった。続ける。よかった。びっくりした。俺それがハプニングでしたね。はい。いいハプニングですね。でも銀のエンゼル出た後に、うん、もう2個いいことあったから仕事で。あ、そうやな。いや、うん、マジでむちゃくちゃいいことあったんで、皆さん楽しみにしててください。本当に楽しみにしてますので。11月ね、うん、ごめんなさいね、ハプニングじゃないけど俺、まあまあでもいい出来事でした、うん、ということでちょっとじゃあ皆さんのやつもちょっと読んでいきましょう、はい、ね、まだ全然時間ありますから、 10分ぐらいあるわではいきますね、はい、ペンネームプリンセスゴリーヌ3世さん、あー、いいですね。メイドの皆さん、こんにちは。こんにちは。先日私を愛してやまぬ松岡さんのイベントに向かおうと大雨の中を歩いたのですが、ね、大雨すごかったね。中野 1-27-1 の会場にあと3歩で着くというところで、空気がおかしいことを感じて地図を見直すと、うん、東中野 1-27-1 に来ていました、うん、地獄やん。大雨でタクシーもなく本来の会場に着くまで45分歩きました。歩きすぎやん、いやハプニング失敗ですね。2回ね、ちょっとイベント今回やらせていただいて、はい、で、ユーマ2回出てもらって、1日目がすごい大雨で、ね、で、まあ、影ちゃんね、まあ、ちょっとお客さんとしてちょっとパッと見に来てくれたりしたんですけど、遠いの、うんうん、普通に歩くだけで、ちょっとね、うん、でももうしんどいからタクシーとか乗っちゃうんやけど、うんうんうん、東中野は頑張ったな、うん、よくやったよ。それでな、歩いたらしい。それでしっかり楽しんで書いてもらってるのは何よりや。続いてペンネームキノキノさん、あら、皆さんこんにちは。こんにちは。今回のテーマの身の回りで起きたハプニング失敗は、うん、ライブの日とかイベントの日にモバイルバッテリーを忘れてしまったことです。まあきついな。バッテリーを忘れた日はなるべくスマホを触らないようにしてるんですけど、最終的に切れてしまった時に、うん、帰りの電車で音楽が聴けなくてショックだったし、バッテリーを忘れてしまったことに後悔します、うん、ちなみにメイド皆さんはバッテリーを毎日持ち歩くタイプの人ですか、それとも特別な日、ライブとかイベントとか遠くに行く日だけ持ち歩くタイプの人ですか。最近気温の変化が激しい体を大事にしてください。ありがとうございます。僕あれよ、あのコンセントにさせるタイプの充電器のやつ、もうそのままそれにも充電できるし、それもモバイルになるやつ。あ、そう、それもモバイルになるやつを持ってる、うん、俺もずっと持ってる。ずっと持ってるな。常に持ってるモバイルは。どう持ってる？僕は、うん、充電切れたモバ充をリュックにずっと入れてるやつ。モバ充？ちょっとえ、あ、充電切れてるだけってこと？あ、そうです。だから使えない。怖っ。モバ充いつも忘れちゃう、充電するの怖っ急に爪見るし怖っ。ピカピカやん、爪ほんで。ピカピカやん。綺麗だから。綺麗。こんなと喋るよ、怖くて。モバ銃が、ね、それを入れて、ぬいぐるみみたいにマスコットして入れてるってことな。重いのリュックだから。ただただ容量使うだけじゃん、もう。でもせめてそれに需要あるように、今日顔描こう。何ですか、ね、それに。なんかそのモバイル充電かわいそうやん、ずっと充電もされてからからでさ。ひとまず顔だけ描いてあげよう、今日。顔だけ描いてあげよう。顔。ああ、顔を描く。生きる意味があるやん。確かに。リュックの中で。確かに。
だちょっと生命を与えてあげてください今日。わかりました、okay、命を与えよう、命を与えてあげましょう、ね、天狗寺君は持ってます、持ってます、持ち上げてます。お前何巻こうとしてんの、一人で。持ってます、持ってます。怖いの、怖いの。お前の重責任顔書いて持ち運ぶって怖ない、あんまないで。2回持ってます、持ってます、持ってます、持ってます。持ってるということでね。あとモバ銃ってあんま言わない、言わない、モバ銃って俺うな銃ぐらいしか言わない。うな銃か、俺リア銃や思った。どっちか、どっちかやったな。今日大丈夫？なんかシーンとしません？してないよ。してるよ。シューちゃんいないからかな。あ、そうかもしれない。シューちゃん盛り上げたいじゃん。ごめん。確かに。シューちゃんラジオ盛り上げたいじゃん。後ろ絵みたいやろ。ガハガハやってるじゃん。ガハ。あいつ後ろ絵みたいやろ。シューちゃん。シューちゃん。シューちゃん。タロちゃん。タロちゃん？タロちゃん。え？タロちゃん。怖いっても。怖いっても。これだけ違うって。次行ってください。次のやつ行ってください。ちょっと入るね。入る。メイドネームシナ。すごいすごい入った。メイド皆さんこんにちは。こんにちは、よく聞いてください。ハプニングは、うん、毎日ベッドから落ちることです。、うん、ハプニングすぎる。家族と同じベッドで眠りますが、うん、家族が寝相悪く、うん、シナはいつも落とされます。家族は毎朝起きてシナがいないため探して、そして床の上で見つけます。そろそろ落ちない方法を考えてほしいですね。メイドの皆さんはベッドから落ちるまたは落とされることありますか？落とされるってなんだ。できております。はい、子供かな。いや、まあ、お子さんかな、まあ、むちゃくちゃちっちゃい子やと思う。ちっちゃい子、うん、確かにベッドから落とされたことありますか？落とされたこと、落とされたことないけどな。俺寝相はいいで、むっちゃまっすぐそのままやもん。すごい、うん、落ちることない。まっすぐ、まっすぐその、うん、まっすぐ、すごいね、うん、寝返り打たない。横には1回ぐらい、半回転ぐらい。マジで動かん。あ、そう、羨ましい。な、落ちる、ね、寝相悪い人いる？いや、俺寝相悪ないやろ、別に。そんななんけど、ごくたまにあるのが夏なんだけど、この間の、うんうん、本当に暑かったやろな、うん、ベッドの、まあ、近くに扇風機があんねん、うん、はい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 、上半身落ちて指が扇風機のボタンにあった状態で起きたの。コナン。こう足はベッドに乗ってんの。寝る気持ちと涼しくなりたい気持ちのつけに行く気持ちはあって、でもついていたのよ、扇風機が、うんうん、俺タイマーで消す人だから、ついていたからほんと暑い中こういったんやろ。寝そうと言うから。びっくりした。すごいな。こうなってたから。そう、あったね。ないよ。え、ある二人はそういうの、ベッドシングルなんですけど、家に僕もぬいぐるみが多いんですよ、うん、あ、で起ききれんくて、うん、こう壁沿いにベッドがあって壁にぬいぐるみがあるんですよ、うん、だからシングルなんですけど、うん、シングルの半分ぐらいしか使えないんですよ、うん、あ、なるほどね。ぬいぐるみが半分以上占領してんだ、はい、で寝てる時は落ちてないんですよ、うん、でパッて起きた瞬間にガタンと落ちます。こ、あ、意識、うん、なんか戻った瞬間、ああパーンみたいな。寝ながらは落ちないっす。怪我するで、うん、怪我するんす、いつか怪我するんすよね。もう布団にしたらベッドじゃなくて、そうするとあの配信とかすると寝ちゃうから。寝ちゃうから。寝てるやん。いや、ほんとにさ、ちゃんとね、ほんとにさ座っててじゃあさ、配信中に寝るのが本当に分かんないんだよね。なんか喋っててさ、いつガッていくん。なんかでも俺はちょっと分かるとこあって、多分その配信見てた人少ないと思うんだけど、俺もラジオで配信してて、うん、で、まあ、寝ることあんまないんやけど、俺、うん、配信してたこと忘れたことあんねん一回。そっちの方が怖いんですけど。ほんまにあんねん。ほんで一回配信してるの忘れて、横でなんか作業しながらやってて、うんうんうん、ずーっとブツブツこっちに集中したら、そっちのこと喋ってて、うん、もう携帯もそのままよ、うん、無言5分ぐらいで、パッパッと携帯見て、なんか配信してるやんと思った。えってなったことある。怖、むちゃくちゃ怖い、震えた。やばい、ね、配信してるやん俺、忘れるわない。わかった。まあ寝たことはないけど。いやでもないわ。3回俺ラジオでも、あのラジオでも顔出しの時と同じ場所で座ってやってみて。ああ、だからない、マジで。俺寝っ転んでるかお風呂入ってるかや。あ、お風呂チャパチャパ言うもんね。チャパチャパ言う。チャパチャパ言ってるもんな。チャパチャパ言う。気持ち悪なんねいつも。そりゃそうや。のぼせてね。なるほどね。はいはい。続いて、うん、ペンネーム復活の K を応援するネギマ。おお。メイド皆さん、復活の K の松岡さんこんにちは。
活の毛の松岡。最近のことではないのですが、昔からワンピースが大好きで単行本を全巻集めているのですが、すごいある日夜寝ている間にエアコンが故障してしまい水漏れが発生、きつ朝起きたら単行本の19から25巻ぐらいまでが水浸しになってしまいました。きついな。ショックでしたが、その部分だけ新しく買い直しました。買うね。皆さんはそういう経験ありますか？べちょべちょ系ジャンルってこと。19から25でしょ。空島ぐらいかな。正解です。きっとそのあたり。あ、そう。あ、でも俺あのちょっと水べちゃべちゃの話じゃないけど、カミカミ系の話だったって。カミカミ。そう、シルコが家に来た時に、はい、やっぱあいつオスでやんちゃやったから、うんうんうん、俺充電器10何本いかれてる。あー、コードとかね、うん、ほんまにしんどいで。カミカミ1本むっちゃ高いやん。まあ、確かに。ほんま、うん、ケツ叩きすぎたらあいつ筋肉発達して後ろムキムキやるからパンパンしてたらムキムキなっちゃうムキムキ今ケツあなってる。大きくなってね。カミカミはある。水没系はあんまないけど。寝てる間とか怖いよね。怖い。まあ今大丈夫やけど、うん、うん、かな。続いていきますね。ペンネームバスの降車ボタンさん。メイドの皆さん、こんにちは。こんにちは。今日の身の回りで起きたハプニングですが、ハプニングと言えるか分かんないですが、一つだけ、うん、とある日にお風呂上がりにリビングでクッションを抱えながらうつ伏せでスマホをいじっていたら、うつ伏せ、はいはいはい、気を失うように寝てしまい、気づいたら約4時間ほど経っていて夜中の3時でした、うんうん、髪の毛も濡れたまま寝落ちしてしまったので、そこから乾かし寝る準備をしてちゃんとベッドで寝れたのは4時でした、うん、またその日は6時くらいに起きなきゃいけなかったので睡眠不足のまま仕事に行きました。まあまあまあ、まあ、しんどかったです。皆さんは思いがけない場面、場所で寝落ちしてしまったことありますか？ないなー、そういう記憶。好きや。え、一番あるやろ。ないなー。一番あるやろ。俺一回だけ、人生で一回だけあって、うん、なんかロケで、うん、なんかロケバスで、うん、それこそ渋谷かどっかやったんけど、うん、朝の7時集合やって、俺起きたん9時で。うわ、一回ジッピでタクシーで轟駅まで行きました。どこそれ。でなんかもう言い訳できひんやん、うん、こうやって電話越しでむちゃくちゃ俺笑っちゃって、うん、なんかもうどうしたらいいか分からんから本当にごめんなさい、むちゃくちゃ寝てましたって切ってでそのまま行ってみたいなが一回だけ、びっくりした。初めてあの朝シャンシャンせずに外出たもん。あ、なんか遅れることより体のことが気になった。なんか大丈夫かなとかってが一回。それはそうかも。ある、寝落ちある。普段あんまりお酒を飲まないんですけど、なんかたまたまそう盛り上がって友達とかな、うん、かえ盛り上がってめちゃめちゃお酒を飲んだ時に、うん、多分リュックと普通になんか1個買い物した袋かなんかがあって家帰ったんですけど、多分いっぱいお酒飲みすぎてギリギリ帰れたぐらいで、荷物置いてリュック背負いながら玄関でこうやって寝てました。肩こりそう。それすごい。そういう人聞くよな。寝て、あ、起きてびっくり。ないわ。玄関寝てたとかね。たどり着かなかったっすね、うん、ちゃんと着替えるもん俺、もしそうなっても。そういう日、うん、ないな。ある、寝落ち系。ないな、寝落ち系。なんか意外としっかりしてそうじゃない。確かに。あの寝落ちじゃなくて寝すぎ系はあるやん。ある、寝すぎ系はある。この間起きたら夕方の6時とか5時とか。すごいね。どういうこと、どういうこと。すごいよな。何時寝たのそれ。え、でもその時は12時とか結構早く寝て、夜の。そう。え、一週間。18時間寝たの。え、そう、なんか寝てた。怖っ。え、なんか寝てた。そう、なんか寝てた。怖っ。まあ、あの適度な睡眠をとりましょう、皆さん。そうね、はい、そうですね。あのドリンク飲めばいいから、全部後で紹介してあるわ。リラックスのやつね。チルドリンク。ラジオネームドロップアウターさん。すごい。メイドの皆さん、こんにちは。じゃあ今日のメールテーマですが、私のうっかりした失敗は、うん、大好きなコーヒーを飲むため、うん、サイフォンのコーヒーをカップに注ぐつもりが、うん、なぜかカップをセットしておらず、ソーサーにどんどこ注いで机いっぱいコーヒー浸しにしてしまったことです。すごい悲しい。何をボケっとしていたのでしょう。しかも一度ならず3回ほどやらかしました。すごい悲しい。それ以降は気をつけて間違いがないようにしています。皆、うん、さんは似たような失敗ありますか。今日も家から配信ご視聴しておりますが、久しぶりに投稿できてよかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。コーヒーきついな、シミになるしね。サイフォン操作？なんかそういうやつ。何それ。ニュアンス合ってれば OK。今わかんない。あ、すごい。
ゆまちゃん出た。ゆまわかんない。すごい。ゆまわかんない。このまま一回掘ってみよう。半分こ。あ、出た半分こ。半分これブルーってしたか。ブルーってしたか、あんまり。ブルーってしたから。機械のこと？あ、だからそうだそうだ。場所のことか。うんうん。俺でもペヤングとかそっち系はむっちゃあるけど、うん、お湯ごと麺流しての時はもう悔しくて叩きつけるけどさ、やってそう。一回もうほんまむっちゃ悔しくて、なんか3、4回あんねんけど、俺どんべバーって全部ベーってなってさ、どんべじゃないあのペヤングとか、うん、でソース残るやんか、うん、なんかその粉系じゃないソースの方、うんうん、悔しくて俺それでご飯食べた一回。ソースがけご飯、ソースで、うん、なんかして食べなと思って。めちゃくちゃ美味しくないけど。そうだよね、美味しくないよね。美味しくないよ。俺なんか多分確か一回焼きそば、うん、あのカップラーメンかなんかと見せたよな、その時。そう、汁う出さずソース入れた時あって。うわー、なんかやるやるうわーゲロマズやん。ラーメン気はあるよな。あってなった。あるラーメン気はある。それがペヤングとか置いてあって、うん、それこそ兄弟が焼きそば食べて、うん、僕普通のカップ麺食べたんですけど、何を勘違いしたか、自分のカップ麺のお湯捨てたことはあって、向かいの逆パターン、そうやってあげるね言うて自分の美味しいスープ全部出した。何なんだろうね。分からんよな、意味が分からんな。急におかしくなる時あるよね。あるあるある。それはある。全然なんかそういうなんかボケっとしたことは結構あるで、こう飲んでてここにこう飲んでた。それは俺結構ある。感覚ないんか。なんか携帯とかいじってこうやってたらここでバーってなったことは何回かある。お水とかでべちゃべちゃべちゃってなって、うわーってなったことはある。入りました。今日も入りました。入った。今日も入りました。よかった。一回つぼらすとかなかった。よかった。大事。今日も元気です。あと何個ぐらい？あと三つ。三つ。パパッとどんな三ついきましょうか。ラジオネームゆうさん。こんにちは。じゃあ私に起きたハプニングは、大事な資格の受験日の朝に足を骨折し痛みに耐えながら試験をしたことです。めちゃくちゃかっ。試験後は病院ではなく、うん、メイドのライブに行きました。行け病院。すごいけど褒めたたえるわ。あったな、あったな。すごいやん。今思うとすごくクレイジーだったなと思います。皆さんも怪我にはお気をつけください。気をつけよう。気をつけましょうね。ペンネーム今日のカレーは、今日のお昼はカレーうどんさん。まあいいね。メイドの皆さん、ゲストのサンボマスター松岡さん、こんにちは。もっと売れてるな。天狗寺さん、おでこは隠れていますか？ギター弾いたろけ。本日のテーマは身の回りのハプニングですが、1週間ほど前、夜ご飯に食べていてお好み焼きが思いっきり床にダイブ。うわ、まだ3分の1も食べてなかったのに。そしてその2日後、今度は一口も飲んでいないカフェラテを新幹線の中で全部こぼしてしまいました。きつ。周りの方がいい方ばかりで助かりましたが、気をつけて生活しなければと思う今日この頃です。手元怖いな、気をつけよう。この宮城県か、ペンネームふかしいもさん。メイドの皆さん、こんにちは。ふかしいも。身の回りで起きたハプニング失敗ですが、最近お仕事が忙しくて外にお昼を買いに行けない日に限ってお弁当を忘れてしまいます。あ、というわけで今とてもお腹が空いているので、お腹がいっぱいになるような一発ギャグを松岡さん、誰じゃ、おい誰じゃ、誰だ、よろしくお願いいたします。誰じゃこの野郎。で一番か、本名明かせよ本名。これ最後のお便りなので。一番か、ちょっと一番最後の締めでやっていい？ちゃんと考えるわ、うん、いいよ。じゃあ先に一発ギャグ、お腹がいっぱいになるような一発ギャグを、曲行く前にかけるさんで、番組の最後に松岡さんお願いします。お前までごめんな。天狗寺さん、松岡さんって書いてあったから。わかりました。じゃあちょっと一回一曲聴いていただきましょうで、曲振りの前に一発ギャグして、ちょっと時間があれなんで、うん、パパッといきましょう。はい、曲はこれね。じゃあ一発ギャグお願いします。こちら、すいません、こちらのカメラでいきます。すいません。うん、マイク、マイク。お腹いっぱいのギャグって何？ポン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 原太鼓、担当カラーはパンケーキだけど、コッペにあるのはたこ焼きだよ。それでは聞いていただきましょう。ウォール、壁を越えていけ。きっと君なんだです。あ、きっと君なんだ、とった。どうも赤くん。
はい、ということでお聞きいただいたのはきっと君の旦那でした。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ続いてのコーナー行きたいと思います。はい、第一春とプレゼンツ、噛まずに伝えろ早口言葉対決。早口言葉。さあということで今日は持ち込んでいただきましたはるちゃんに、はい、はい、どういう企画ですか、説明お願いします。はい、アイドルとしてこうして毎月第3日曜日にラジオのパーソナリティを務めさせていただいているからにはしっかりと皆様に情報をお伝えしないといけません。そうですね。はい、それに滑舌よく喋ることが非常に大切だと思うんですね。そうだね、今日みんな噛んでるからね。本当にそうですね、はい、だからそこでトーナメント形式で早口言葉の対決をしたいと思います。やっていきましょう、はい、やっていきましょう。どう分けます、じゃあトーナメントやろう。どう分けてもいいよ、僕も大丈夫です。バッチコイバッチコイはまたもちゃうねん野球するんか。じゃあヤングとアダルトにしようか。おお、いいよ。じゃあお二人、いや若いやつからいけよ。ほんまや、ちっちゃちっちゃちゃいちっちゃ。お題それ、お題書いてある紙ちっちゃで、これを別々で、うん、作るの逆にむずいやろそれ別々でほな1個ずつ引けばいい、はい、あ、こっちも引いていい、うんうん、引こう、はい、引いても見て一発勝負しよう。はい、じゃあちょっとこっち伏せないかまだ見やんとこですね、うん、練習になっちゃうから、はい、じゃあ俺先行こうか。行こうか。はい、じゃあ俺が振るな、ね、じゃあまずはこれどうする、これ言うのが最初でいい言葉。あ、そうし、見せる先に。いや、もう見せずに行こう。Okay、それで聞き取ってもらった方が絶対いいから。早口言葉で伝えることが大切だからね。なんて。さあ、それでは、大地ハルトと阿部ゆうまの対決。まずは先方阿部ゆうまです。お願いします。調査調査中。調査調査調査中。調査調査中。それでは高校。大地ハルトお願いし、ちょっと待って、でもうちょっとすいません、ごめんなさい、電話かけてこないでください。ちゃんと払いますので僕保険代とか今かけないでください本番中なんですよ。出た、すいません、ほんと電気も払います、すいません。それでは、はい、お願いします。はい、七生むむむ七生ごめ七生卵七生麦七生ごめ七生卵かわいそうでごまかしたやろ。まずですね、阿部ゆうまのやつが調査書捜査、これなんて読むの、調査、あ、もうぼやぼや、ダメだ、書捜中、調査書、これだから捜索中にしたかった。あ、そ、差があります、漢字がございません。調査、はい、ま、まあいいわ、はい、さあ、それでは、こっちが調査書、所作中、あ、違う七生組、生生米、生玉、生子調査中、漢字が入ってなかったのか、捜査が入ってない。さあ、ということで判定あ、待って、お題だけちゃんと言えば、うん、調査書、捜索中、うん、あ、捜査中だったの差がなくてですね、うん、で、こっちが生麦、生米、生卵に7がついてる感じですね。そう、七生麦生ごめ生七七七た卵生卵。さあ、これ判定はどうすんの、どうじゃないの、みんなみんなでも挙手でいいよ。じゃあ、言えてたという方に一回だけ手を挙げてくださ い, い、それでは先方阿部ゆうま良かったと思う人手を挙げてください。1、2、3、4、5、5ね、5ね、お前ら大好き、はい、お前ら大好き。じゃあ、はるちゃんが良かったと思う人手を挙げてください。1、2、3、4、どっちも良くないという人が多数ですけれども手を挙げて、4ということで僅差で阿部ゆうま勝ちました。あ、勝ち、俺よっしゃということは決勝ですね。オッケー、でいいんですね、はい、じゃあ次こっち行きますから、うん、ええよ、さっき行けよ、わけの行きますか、人生経験豊富な、こんなん言い切った後の感じで決まるときあるから、うん、あるな、そうね、 3回連続でバラブーって言ったんやろ、うん、生米、生米、生卵かわいい、開けます。じゃあ、かけるお願いします。除雪さ、除雪中、除雪車、除雪作業中、除雪車、除雪作業中。あ、いい声、最後、あ、最後いい声だった。あ、いいね、うん、では、いきましょう早口言葉漢字ルト対決、お漢字むず高校、松岡正史のチャレンジお願いします。コツと少々、少々少々、コツと少々、少々少々、コツと少々、少々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 少々少々、少々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 
お題が除雪車、除雪作業中、除雪車の除雪作業中、はい、これはさ骨粗鬆症症これ症これ何これ何どうでもちょっと待って骨粗鬆症の漢字知らんねんけどよう読めた俺よう読めたでこれマジでなんて書いてんのこれ俺読まれへんねんけどほらユーマも読めへんやんユーマも読めへんやんなあ俺読めへんもうガチゴチに言うてんのじゃあそこ分からんくない多分小僧骨粗鬆骨粗鬆症構造症症そう骨粗鬆症構造症症ですね構造症症ですねはい、今の対決ですね、除雪車天宮寺が良かったと思う方挙手おおおはい、骨粗鬆症の松岡が良かったと思う人挙手はい、ギリやなえ、ギリ2やな3勝ったんじゃんということで決勝進出は松岡総総賞じゃあ決勝行こうもう行こう阿部ゆま松岡やろえ、むっちゃまずいよでか急に急にでかいやで最後は早口言葉っていうよりかは噛まずにみたいなあ、でもアナウンサーチックアナウンサーみたいなじゃあ一発読みでいい3回じゃんけんじゃあカメラ目線でおのおの行くおういいよ、先方行ってください先方、阿部ゆま開いてください一回確認してください。ニュースではない。長っ。ニュースみたいな。じゃあ行きましょう。阿部ゆうまの朝のニュースです。どうぞ。ただいま入った情報です。ただいま入った情報です。骨粗鬆症を克服した人気シャンソン賞歌手の新春シャンソン賞が上石神井公園の近くの高架橋脚下で行われ元サッカー日本代表監督かける天宮寺氏らが祝福で駆けつけました歌手の正志松岡さんが赤坂サカス前派出所の一日所長を務めましたここで速報ですここからが速報です飲酒により体内に入ったエチルアルコールはアルコール脱水素酵素によってアセトアルドヘイドで分解されることが判明いたしましたもうでもうん雑魚やなこれ一行も結構読めたよ骨粗鬆症を克服した人気シャンソン賞歌手の新春シャンソン賞は上石神井公園オッケーよし行きますよでは行きます雑魚お前マジでふざけんなよでは、スタジオの松岡さん続きお願いいたしますニュースの時間です今日未明なかなかカタカナが書けなかったハルト大地氏がエツ社社へ転身を発表魔女女子の魔女女子女子とともに白装女装で会見を開いたユーマ阿部氏は春社少将の肩たたき機の手に新春シャンソン賞でこちら葛飾区亀有公園マン派出所は神アニメだカニアニメ中のカニアニメだと断言なお春少佐の肩たたき機が本当に春少佐の肩たたき機だったのか春少佐の肩たたき機のようなトリニダードトバコさんの生卵だったのか調査が調査中ですきたなこれは勝ったわ自分で書いたんだよねあのこれ一緒にごめんこれさちょっと1個だけ言いたいことあんねんけどあのメンバーの名前書くもええけどあの全部カタカナで書いてくるの腹立つわ、ね、これガイタレみたいな感じあるわ見てほしいやるわ見えないから話したいやるわほらまあ、そっち読みたかったないや俺そっち読みたかったわ骨粗鬆症行きたかったわ俺も俺骨粗鬆症やから確か神谷に行きたかったなそうやんな逆やったなでは、今のね阿部キャスターと松岡キャスターどちらのニュースが皆様に伝わったのかをね、リモコンの D ボタンで赤色ボタンか青色ボタンユーマ青色マスとかではいお願いします阿部キャスターの方が良かったと思う方挙手はい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 10人かな1234567お前やろなはいはいはい1人、ね、お前やろな、はい、どっちも手挙げへんって言ってもあったもんでは松岡キャスターの方が良かったと思うからよし1票入りました1票入りました1票入りました押してるやつぐらい手挙げてくれよせめてそこはないらしいそこはちゃんと公平なジャッジらしい1でしたせっかくやってたのにこれ、うん、ちょっと貸してえでも伝わってないこれの内容良さいやそれも伝わってないけど伝わってないうんマジでコツと少々いいやこれハルと呼んでハルくんそうハルちゃん呼んでかけるこれかけるかけるさっき呼んでいきますかけるからかける読んでかける読んで
エキシビション。コツソ少々往復復した人気さん人気シャンション。はい、ハルトチャンスチャレンジいきましょう。じゃあ、だよこいつ。はい。お願いします。いいですか。はい。はい。今日未明なかなかカタカナが書けなかったハルト大地氏がエスティシャンへ転身を発表。魔術師の魔術師ジョスと共に白装なんちゃら姿で会見を開いた。ちょっと。シャンソン。片たときを手に新春シャンソンショーでこちら葛飾区亀有公園前発出場は神アニメだ。神アニメ中の神アニメだと断言。なお春少佐の肩たたき機が本当に春少佐の肩たたき機だったのか、春少佐の肩たたき機のようなトリニダードとトバコさんの生バナナだったのか、詳細を調査中です。やっぱ俺ら読めてた方やな。読めてた方や、ね、勢いでいけてたもん。難しいね、ルール破綻してるからね。早口言葉対決でも、ね、ではこれじゃあ上手に伝えられるかですから。あ、急にな。そうだから2つ入ったから最後。あー、そうか。ということで優勝は阿部。ありがとうございます。ここで景品がございまして、景品、はい、さっき夢めつちゃんとアマゾンバンド、ガチやん。2000円分のアマゾンで、ガチやん。前世のやつより多い。前世のやつより多い。ガチやん。勝ちたかった。ハロウィンとかで出費がね出るからね。勝ちたかった。ちょっとそれに使っていただこうかなと。驚いてるで、勝った人が2000円引くレベル。俺デジリア取れ方も2000円もらえるから、4000円のアマゾン今あるわ。まあでもユーマ、でもユーマだってメンバー思いやし、全員多分分けてくれるよ。ごちそうさまでーす、うん、頑張ったし、みんなで作り上げてるし、この空気感確かにな、うん、ね、負けてあげたんやろ。そうです、そうです、うん、あざす。いいよ、全然いいねんで、自分で2000円使っても全然考えて。ねえ、全然いいねんで、全然ええから考えといて。以上、大地ハルトの企画コーナーでした。ありがとうございました。柔軟剤買うは新しい。それは肯定。俺トイレットペーパー欲しい。はい、ということでお送りしてまいりました、ラックボーイズ編集部メイドイン渋谷、お別れの時間が近づいてまいりました。告知させてください。かけるお願いします。はい、メイドの次回のライブは明日10月17日新宿キースタジオさんにてラックボーイズフェスがあります。全グループ30分ライブです。そして僕たちメイドはカラーチェンジでのライブになります。それ、SNS、ツイッターの方でですね、誰がどの衣装を着るかとか上がっていると思いますので、ぜひ見てください。多分ここその日しか見れないライブだと思いますので、はい、ぜひ遊びに来てください。お待ちしてます。はい、今はい、その次10月22日土曜日はラックボーイズパスのリリースイベントを、ララポート東京ベイさんの方で行います、うん、観覧はフリーになりますし、夕方帯の時間帯になります。はい、まあ、ね、まあ、久しぶりのララポート、うん、まあ、2人は初か。初ですね。こちらはリリーベ、1ページのリリーベぶりで、階段が、はい、あの客席になってるところですね。ほんでなんかこうやな、そうそう、なんかこうなって後ろにモコモ見れるとかあって、で目の前にあのハワイ料理屋さんみたいな。あ、そうそう、まあ行ったら分かる、行ったら分かるわ、うん、おお、結構いい場所でございますのでね、22日もお待ちしております。お願いいたします。まだまだね、ハロウィンとかもございますしね、うん、ハロウィン楽しみ、ハロウィン楽しみやね、うん、ちょっと3つもするってなかなかないから。そう、去年は何個ぐらいだったんですか。3つ、まあ、でも3つだっけ。3つは3つだったんですか。でも1個はオンラインのソフマップだけで、そうですそうですそうです、なんかテーマが100均で1000円分までみたいな。へー、それ面白そうですね。せやせや、今回がっつり3つ作るっていうのから、うん、そうそう、あのすごい予算かかったので皆さん、あの確かにいっぱい取ってください。本当に、あの俺届いたの刀、うん、しっかりした刀で。おー、いいね。盛らないように5000円。いいね、刀で、刀でやで。誰言うてん、誰言うてん。刀で、やべー、時間ね、あるちょうどいいよ。ええ、ある。明日からチェーンね、うん、先取りも出ますので、阿部さんと大地さんと松岡さん、あ、そうです、MC、戻ってきますのでね。むちゃくちゃ頭ぐってますからね。やめ、終わるか。終われないね。松岡さん、お腹がいっぱいになる一発ギャグ。残り20秒でお願いします。じゃあ行きます。さあ、一発ギャグやらせていただきます。こちらでいきますね。はい、いきますよ。はい、せーの。グーチョキパーで、グーチョキパーで、何食べよう、何食べよう。右手にお箸、左手にお茶碗、大盛りご飯、おいしいね、大盛りご飯、お腹いっぱい。最後はメイドの時計座を聞きながらお別れです。それではまた来月お会いしましょう。メイドイン渋谷。